早いのね。約束の時間より20分以上も前じゃない。なんたってユニコードのみんなと初詣ですからな。早起きしすぎて一人で初日の出を見てきましたぞ。子供じゃないんだから、もうちょっと落ち着いて行動しなさいよ。え、ココアも楽しみにしてたよね。10日も前から晴れ着を見に行ったぐらいだし。ちょっと、ハヤテ、ココアも楽しみにしてくれていたのですな。私は嬉しいですぞ。ああ、もう全員揃ったんだから、ルミナを呼んで初詣に行きましょう。確かに、ココアの言う通りなのだ。すぐに呼ぶので、少し待つのだ。ルミナ師匠、ルミナ師匠、聞こえておられますか？ああ、何度も呼ばなくても聞こえているさ。どうしたのかな、ミチル。ココアとハヤテも合流しましたし、初詣に向かう前に、やはりみんなであれをしようかなと思いましてな。あれって何よ。わかるよミチル、お年玉をくれるんだね。ちっこー、新年の挨拶に決まってるのだ。初詣といえばやはりそこから始めるべきだな。ほらミチル、挨拶の温度をとってくれ。了解なのだ。それでは行きますぞ。せーの、明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。私は今感激しておりますぞ。ちょ、急に泣いてどうしたの。こうして仲間と一緒に初詣できるなんて、私はずっとずっと憧れていたのですぞ。相変わらずあんたは大げさね。なんてことはない、ただの一日のはずなんだが、新年の挨拶をしたことで意識が切り替わったよ。私は行動から意識を切り替えようかな。ほら、今年は去年と少し違うでしょ。何が違うの。ピースの角度がちょっと広くなってる。全然わからないわね。新年早々、ハヤテ節は何も変わっていないのだ。そんなことより早く初詣に参りましょうぞ。おみくじを引くのも楽しみなのだ。あ、ちょっと待てミチル、一礼もせずに鳥居をくぐるなんて神様に失礼だぞ。え、そうなのですか。こうですかな。それでいい。あ、ここはハヤテ、参道の中央は神様の通り道だから避けて歩いた方がいい。そういうマナーっていろいろあってよくわからないのよね。やっぱりマナーが悪いと天罰が下ったりするのかな。ここは神様が住む場所だからな。失礼なことをすれば罰が当たるかもしれないぞ。それはまずいのだ。他にも初詣のお作法を教えていただきたいのだ。いい心がけだね。全て学習済みだから何でも聞いてくれればいいさ。私も一緒に覚えたい。お作法を覚えて神社マスターになろう。スマホ片手に参拝してる時点でアレな気もするけど、まあいいわ、付き合ってあげるわよ。いよいよお参りでありますな。師匠の分のお賽銭は私が出しますぞ。ああ、助かるよ。投げ銭ってやつだね。投げ銭なら師匠の配信でもたくさんしているのだ。あ、これは神様への投げ銭。なんかその言い方は嫌ね。ちょっと待て、お参りの前にそこの手水屋で手と口をすすいで心身を清めてから行くように。それとお賽銭は静かに投げ入れろよ。お供え物は丁寧に扱うのが作法のようだからな。はーい。ココア、
もしかして何をお願いするか迷ってる？あ、改めて考えるとちょっとね。ハヤテはもう決まってるの？今年ならこれかなっていうのはあるよ。深く気負わずにココアが思ったことを願ったらどうかな。そうね、ありがとう、ハヤテ。どういたしまして。ほら、私たちの順番が来たよ。神様、去年はお世話になりました。今年も私たちを見守ってくれると嬉しいです。願い事はやっぱり恋愛成就？いや、もう叶ってるけど、ハヤテともっとイチャイチャしたいし、勉強は自分で頑張るとして、ユニットのことか、ミチルやルミナがあんまり暴走しないようにとか。あれ、そういえばどれくらいお参りしてるっけ？なんか視線感じるし、もしかして私待ち？早く決めないと、私だけいっぱいお願いしてるって思われるかも。はあ、もういいや。あれでココアは随分と長かったですな。ちなみにどのようなお願い事をしたのだ？そんなの秘密に決まってるでしょ。せっかくだし、みんなで一斉に発表してみないか？お互いのことを知るいい機会になりそうだしさ。じゃあ掛け声とともに発表しますぞ。いっせーので、ユニコードが宇宙一になりますように。無病息災って、そんなに一字一句ぴったり？しかもハヤテまで。惜しかったね。次はココアも揃うようになるといいな。なんか私が空気読めてないみたいじゃない。宇宙一を目指すには病気にならないのも大事だよ。実質ココアの願いも同じことだよね。それはちょっと強引すぎない？素晴らしい初詣だった。これでユニコードの絆がまた強くなった。ルミナ師匠の言う通りですな。それにやる気も十分みなぎっておりますぞ。いい傾向だな、ミチル。そうだ、お前たちはこの後予定は空いているのか？特にないわね。私も。じゃあ僕のスタジオで新年会なんてどうだい？ユニコードの絆をもっと深めようじゃないか。私は賛成ですぞ。ついでに新曲の打ち合わせ合宿もしたいのだ。新年会はともかく、いきなり合宿？ナイスアイディアだな、ミチル。じゃあ僕はスタジオを準備して待ってるよ。よし、頑張ろう。もう決定なの？やっぱり願い事はみんなが暴走しませんようにしておけばよかった。あー、おふん、改めて新年おめでとうなのだ。今年もいろいろと課題は出てくるかもしれないですが、みんなで力を合わせれば必ず乗り越えていけるはずですぞ。宇宙一のユニットを目指して今年も頑張るのだ。乾杯！乾杯！くぅ！仲間たちと初めての初詣に新年会！今日は夢が一度に叶って幸せなのだ！それで新曲の話をしたいって言っていたけど、具体的にどんな雰囲気の曲にしたいのよ？そうですな、やっぱり季節にちなんで正月っぽい曲がいいと思いますぞ。じゃあ和風で落ち着いたテイストの曲調ってこと？
イメージは合っていると思うのだ。とにかく、わって感じにしたいのだ。ごめん、もっと具体的に笛や太鼓の音を取り入れたいってことかしら。確かに、それもいいですな。和の楽器をたくさん入れれば、正月っぽい曲になりそうですぞ。ここは、今のイメージでいい感じに作ってほしいのだ。お願いするのだ。はぁ、何よそれ。要は私に丸投げってこと？ちゃんとアイデア出しなさいよ、バカ。バカは言い過ぎですぞ。じゃあ行き当たりばったりの無計画人間、さっきよりも悪化しているのだ。おやおや、今年初喧嘩が始まったね。これを見ないと今年が始まらない気がしてたんだ。変なこと言ってないで、あんたたちもアイデアを出しなさいよ。もう限界なのだ。頭が全く働かないですぞ。こっちもあんたのせいで頭が痛いわ。いい時間だし、続きは夜ご飯を食べてからにしない？まだやるのでありますか？当たり前でしょ。曲のイメージが固まるまでは付き合ってもらうわよ。新年からココアはスパルタなのだ。はいはい、何とでも言ったらいいわ。お雑煮でも作ってあげるから休んでなさい。私もお手伝いしますぞ。は？あんたも料理する気なの？去年はココアに作ってもらってばっかりでしたが、今年からは私も料理に挑戦しようと思うのだ。まあ気持ちはありがたいけど、今回はパス。新年早々怪我でもされたら大変だし、また今度ね。そうですか。ちょっと落ち込まないでよ。今度料理を教えてあげるから、今はそれで我慢しなさい。本当でありますか？約束しましたからな。ええ、約束よ。さ、邪魔になるからおとなしく休んでなさい。ここはいつもありがとうなのだ。美味しいお雑煮を待ってますぞ。うわー、こたつは最高なのだ。おにゃおにゃ。はっ、危なかったですぞ。今寝てしまったら料理中のココアに怒られるのだ。怒られるし、今寝たら夜に眠れなくなってしまうぞ。そうすると初夢が見れなくなるかもな。お、ルミナ師匠、何をおっしゃりますか？初夢は昨日の夜にしっかりと見ましたぞ。昨日？そもそも初夢とはだな。ミチルの初夢、どんな夢だったの？いや、しっちゃかめっちゃかな夢だったので、聞かせるのは恥ずかしいのだ。夢なんてそんなものだよ。私のも後で言うから、ほら、ミチルの初夢を聞かせて。そこまで言うのでしたら、お聞かせしましょうぞ。ごはん。夢の中で私はビーチにいたのだ。どうやらサーフィンをするつもりだったのですが、なんと手に持っていたのはサーフボードではなく巨大なスコンブだったのだ。スコンブだなんて唐突だね。ミチルのことだから食べちゃったのかな。美味しそうではあったのですが、さすがに大きすぎて。はやて、話の腰を折らないでほしいのだ。ごめんごめん。で、巨大なスコンブだった後どうなったの？そうそう、いざ海に入ったはいいのだが、なんと海だと思っていたのは水飴だったのだ。そして体中ドロドロになったのですが、どこを舐めても甘々で幸せな気分で起きたのだ。ミチルらしい夢だな。寝る前に
美味しい駄菓子でも食べたんじゃないのか。確かにどっちも食べたのだ。どうしてわかったのだ。夢は印象に残ったものに影響されるらしい。ミチルの夢の中が駄菓子ばかりだったから、もしかしてとな。へー、なら私の夢もそんな感じで見たのかな。ハヤテも初夢を見たのですかな。私も話したのだから教えてほしいのだ。いいよ。私の夢は101匹の猫と戯れる夢。そして最後は自分も含めて全人類が猫になった。すごいスケールの話なのだ。そんなに強烈に猫が夢に出てくるということは、寝る前に猫と戯れていたのですかな。ううん、ココアとまったり過ごしてたよ。そして全人類がココアになればいいなって思ったよ。いまいち話が読めないですが、あまり気にしてはいけませんな。気を取り直して、次はルミナ師匠の番なのだ。師匠はどんな初夢を見たのですかな。僕は AI だから眠ることもないし、夢も見ないから何もエピソードは語れないね。ただそれで言うなら、この4人で宇宙一を目指すことが僕にとっては夢みたいなものかな。ルミナ師匠、その言葉は胸熱すぎますぞ。まったく、楽しそうにはしゃいでくれちゃって。ほら、お雑煮できたわよ。おお、待っておりましたぞ。いい匂いですな。それでは熱いうちにいただきます。うん、おいしいのだ。ココアの真心がたっぷりと感じられますぞ。大げさすぎでしょ。まあ悪い気はしないけれど。うんうん、あ、そうだ、さっきみんなで話してたのですが、ココアは初夢を見られたのですかな。いや、初夢って大晦日じゃなく元日、今日の夜に見る夢でしょ。ルミナ、あんた教えてあげなかったの。二人が盛り上がってしまって口を挟めなかった。そういうことは、私の初夢は脳幹だったでありますか。それはそれでほっとしましたぞ。昨日の夢も良かったけど、見直せるのはラッキー。今夜もココアとゆっくりしようかな。ん？何のことよ。和風で正月っぽい曲か、はあ、一口にそう言われても方向性が全然見えないわよ。正月で聴くような曲？ただルミナの歌を載せると微妙。新年は世界共通だから、お祝いを伝える曲とか。ああ、もうミチルが求めてる曲が何なのかさっぱりわからないわよ。苦戦してるみたいだね。はい、コーヒー。一回休憩したら。あ、ハヤテ、まだ起きてたんだ。今日は一緒に寝たいから待ってようと思って。夜も遅いし、そろそろ切り上げて明日にしたらどうかな。そうしたいところだけどね。イメージだけでも固めておきたくって。そっか、わかった。あまり無理はしないでね。ハヤテが心配するようなこと私がするわけないでしょ。でもいつも心配してくれてありがとね。どういたしまして。私がここまで苦しまなきゃならないのは尺よね。どうせ今頃いびきをかきながらグースか寝てるに違いないんだから。まったく。あー、なんか想像できるかも。なんだかんだでココアはミチルのこと理解してるよね。そりゃあ、あのお花畑の頭の中を考えないといい曲ができないんだもの。嫌でも詳しくなるわ。
今回の新曲だってテーマが曖昧だし、例に挙げた曲の音調が全部バラバラすぎて余計にイメージしづらいし、ほんとリーダーを名乗るならもっと具体的にアイデアや完成図を示してほしいわよ。そんなの無理だって言えばいいのに。ココアはミチルの言う通りにするんだ。そうね、確かにミチルの言ってることは無理難題だけど、でも私はそれを実現したいと思ってるの。うん、悔しいけどミチルの音楽センスは天才的よ。実現性が低く難しくても完成すれば最高の曲になるわ。ハヤテだってこれまでユニコードとして一緒にやってきて、それは実感してるでしょ？それは実感してるよ。でもね、私はココアも天才だって思ってるんだ。私が天才？何言ってるの、そんなことないわよ。音楽の才能がない私がミチルの要望に応えるには努力を重ねて足りないものを補うしかないの。中学1年生の時にお母さんを事故で失って孤独になった私は学校に行かなくなった。ただ時間が経つにつれてこのままじゃダメだと思って、お母さんの死と孤独を埋めるために音楽の勉強を始めた。一から音楽を作るには知識も経験も足りなくて、でもひたすらに朝から晩まで勉強をして知識を身につけた。月日はかかったけど努力の結果、古月が完成した。そしてこの曲がきっかけで颯にも出会えたんだ。ココアはいつも才能がある人たちよりたくさん努力して心に響く曲を作ってる。私はね、才能は努力で補えると思ってるんだ。だって目の前にそれを実現した人がいるんだもの。買いかぶりすぎよ。今までだってユニコードの曲を形にして、その曲をミチルたちに納得させてきたのはココアなんだよ。努力が才能に負けることなんてない。それはココア自身が証明してくれてる。努力が才能に負けない。だからね、ココアは努力の天才なんだよ。でもあまり無理はしないでね。作曲のたびにボロボロになるのはちょっと嫌だからね。努力の天才か。ハヤテにしてはいいセリフね。そうね、努力が才能に負けることなんてないわ。よし、私ミチルに負けないように頑張るわ。私も負けたくないな、ミチルに。ハヤテも？ひゃっ、急に涙きついてきてるのよ、バカハヤテ。意味わかんないんだけど。ミチルに夢中になってるココアを取り返したいなって。まあ正直に言うとやきもち焼いてるんだけどね。バカ言ってるんじゃないわよ。そんなのじゃないってば。いいでしょ、ちょっとだけ息抜きした方がいいと思うな。今夜は一緒に寝られないかもだし、その分の穴埋めはしてほしい。は、颯。仲良くしているところ悪い。だがここは共有スペースだから、その辺にしてくれないか。無粋な真似をして申し訳なくは思う。だがユニコードの秩序を守るためでもあるんだ。しかし僕もプライベートのことに口を出すつもりはない。個室であれば存分にイチャイチャしてくれても構わんぞ。ルミナもこう言ってるし行こっか。こんな流れでできるか。ふぅ、スピー、曲
僕のイメージを固めなきゃ。もちろんだよ、教えてあげる。今日は一緒にやってくれてありがとうなのだ。またこのメンバーでライブをしたいのですぞ。強力な一曲を追加してドーンとやっつけてやるのだ。今ならなんとこの貝原みちるを仲間に加えることができるのだ。みんなみんな私から離れていくのだ。ココア、ハヤテ、ルミナ師匠、違うのだ。ユニコードのみんなとは固い絆で。あ、やだ、消えないでほしいのだ。やめて、やめてほしいのだ。うわひどい夢だったのだ。しかも初夢だというのに。まさかあれはヨチムというやつでは。いやありえないのだ。よし、寝直して初夢を見直すのだ。あんな夢私は絶対に認めないのだ。ユニコードのみんなとは固い絆で結ばれてるのですぞ。みんな私の前からいなくなったりしないはずなのだ。そうだよね、ここはハヤテ、ルミナ師匠。何がだ。うわー、師匠びっくりしたでありますぞ。いきなり出てこないでほしいのだ。僕の名前を呼んだのはミチルの方だろ。用があるのかと確認しに来ただけだよ。それは確かに呼んだのだ。ごめんなさいなのだ。お、いつもより顔色が悪く見えるな。しかも汗もかいている。具合が悪いのかい。体はへっちゃらなのだ。ただその嫌な夢を見てしまいましてな。なるほど、悪夢でうなされたというやつか。それで寝直そうとしたが眠れなかったわけだな。ルミナ師匠の言う通りですぞ。眠れないなら僕と散歩しないか。外の風に当たれば気分も落ち着くだろう。散歩？確かにいい気分転換になりそうなのだ。よし、それなら行こうか。ちゃんと暖かい格好で外に出るんだぞ。了解ですぞ。さてミチル、どんな夢を見たのか僕に教えてくれるかな。そう、それはその私の周りから仲間たちが離れていく夢を見ましてな。ふむ、夢を見ない僕が共感してやれないのは心苦しい。だが所詮夢だ、現実じゃないし忘れるといい。それはその通りなのですが。それに夢というなら僕たちは常に見ているじゃないか。どういうことでありますか。まさか今見ている光景は現実ではないのですかな。そうじゃないよ。僕たちの夢は宇宙一のユニットになることだろ。ああ、そういうことでありますか。ルミナ師匠が言われるのは目標のような。些細なことは気にするな。
ともかく、夢を語ることなら、たくさん思いつくという話さ。なあ、ミチル。今年は、ユニコードでどんなことができるだろうな。え？そうですな。妖馬学園のサンセットステージで1位を取りたいのだ。それなら D4 フェスでも優勝しないとな。もちろん、その時は忍ぶピキピキにも勝って、リンク先輩たちともライブしたいし、ハルキとも。今だけで叶えたいことがたくさん出たな。ほらな、ミチル、なんだかワクワクしてこないか？します。しますぞ！私たちなら全部叶えられると思うのだ！あ、その息だ！この分だと今眠れば次は楽しい夢を見れそうじゃないか？あ、確かにそうかもしれないのだ。今ならさっきの夢を帳消しにできそうな気がしますぞ！ルミナ師匠のおかげで元気が出ましたぞ！ありがとうなのだ！それなら早く戻って寝直すといい。報告を楽しみにしているよ。任せてほしいのだ。次はナスを食べながら大きな鷹に乗って富士山見物する夢を見てやるのだ。もう朝なの？結局ハヤテが来た時からまとまってないじゃない。今までだったら、もう目指したい方向性ぐらい見えてくるはずなのに。どうして何も浮かばないの？ミチルの要望、ユニコードらしさ、お客さんが求めるもの、全部ごちゃ混ぜのまま、形になろうとしない。わからない。わからないわ。考えれば考えるほど深みにはまっていく。泥沼だわ。ここは、もう起きていたのですかな？おはよう、ミチル。起きたというか、そもそも寝てないし。よく見ると目の下、すごいクマですぞ。新曲は期待しておりますが、一回寝て休んでほしいのだ。違う。ミチルの要望に応えられなかった。今の曲だとこれではダメってことはわかる。大丈夫ですかな？これが作曲データなのだ。どんな感じなのか一度聞いてみたいですぞ。やめて。まだ制作中だから邪魔しないで。ごめんなのだ。ここはそうですな、気が利かなかったのだ。本当に申し訳ないのだ。だから、私から離れないでほしいですぞ。やだ、消えないでほしいのだ。やめて、やめてほしいのだ。ううん、こっちこそ大声出しちゃってごめん。大丈夫なのだ。じゃあ私は作曲が終わるまでおとなしくリビングで待ってるのだ。失礼するのだ。はあ、私何やってるんだろう。曲ができないからってミチルに当たって最低じゃない。直接聞けば何か見えたかもしれないのに。さて、今日も合同練習を始めようと言いたいけど、その前にココア、休まなくて大丈夫かい？そうですぞ、ココア。寝ないで作曲していたのですから、休んだ方がいいのだ。無理はしないでねって言ったばっかりじゃん。ほんとココアはいっつも私を心配させるんだから。ごめん。なかなかに難航しているようだな。どれ、新年初めての作戦会議と行こうじゃないか。
そうね、ありがとう。正直に言えば苦戦しているわ。全然曲のイメージが思いつかなくて、今もまだ形になってなくてダメダメの状態よ。そうか、とりあえず今できているところまで一度聞いてみていいかい？嫌なら無理しなくていいですぞ。私はリーダーとしてココアの意思を尊重するのだ。私もミチルと同じ考えかな。ココアはどうしたい？正直私だけじゃこの曲を完成させられないと思う。だからみんなの意見が欲しい。もちろんだとも。じゃあ聞かせてもらうよ。これは…ふむ、確かに和風で正月っぽい感じはするね。ミチルの要望に沿った曲にはなっていると思う。それはすごく感じるのだ。さすがココアなのだ。ただこの曲はまとまってないって感じ。なんていうか刺さる感じが弱い気がする。やっぱりそう思う？私もその感じが気持ち悪くて悩んでたの。ルミナ、何が原因とかわかる？ふむ、技術的な問題ではないだろうね。おそらくココアの中で軸が定まっていないんじゃないか。軸でありますか。ココアはこの曲を通して何をやりたいか、一度それだけに的を絞って考えてみてはどうかな。自分の中の軸、私が何をやりたいか。原因が見えたならココアは一回休んだ方がいいんじゃないかな。これ以上頭を働かせたらパーンって破裂しちゃう。まったく大げさね。漫画の世界じゃあるまいし。ですがココアは大切な仲間でありますから、ずっと一緒にいるためにも無理はしてほしくないのだ。なんか今日のミチル気味悪い。人が心配してるのになんて言い草なのだ。だって事実だし。でも気持ちは嬉しい。じゃあちょっとお言葉に甘えて休ませてもらうわ。ああ、ゆっくり休むといい。ココアが休んでいる間に僕は対策を考えておくよ。ココア、そんなに心配しなくても、曲は完成させるから待ってなさい。あんたがノリに乗っちゃうような曲作ってあげるわよ。もちろんなのだ。期待してるのだ。さあ書き初めだ。うん、なんで？ちょっと頭が追いつかない。一筆入魂で筆と己の心と向き合うのさ。自らを見つめ直すということですな。師匠は本当に聡明なのだ。それと形から入った方がいいと思って、和室の美術セットをレンタルして書道道具も用意したよ。ああ、だから晴れ着を着てこいと言ったのですな。確かに書き初めをしたい気持ちが高ぶってきましたぞ。ここまで大掛かりなことして配信のネタにでもするつもり？ツッコミの鋭さが戻ってきたね。もう純粋に正月の過ごし方を見てみたいと思っていたんだ。それにお前たちと過ごす思い出も作りたかったしね。ルミナ変わったよね。前だったら1に特訓、2に特訓って感じだったのに。僕は日々成長しているのだよ。僕たちが宇宙一になるために努力は惜しまないが、それで活動が楽しめなくなるようなことはするべきじゃない。それを教えてくれたのはお前たちだぞ。つまりルミナは私たちが育てたってことだね。これなら将来の子育ても安心？いや、飛躍しすぎでしょ。それと私に同意を求めてこないでよ。とはいえ遊び目的だけではないよ。
書き初めの目的だが、ココアの今の心境を紙に書き出すのはどうかと思ったんだ。胸に秘めたものを形にすることで頭の整理ができるらしいからね。へえ、どこかで聞いたことがあるんだけど、思い出せないわ。テレビで見たのかしら。ミチルはさっぱりわかりませんぞ。マインドマップって言うんだ。お前たちはこれから自分を見失う場面も多いだろう。その時に思考を整理してみて振り返ってみるといい。よし、ミチルとハヤテには別の課題を用意してある。新年第一歩の足がかりに自分自身を見つめ直してみようか。おー、まずは整理したいテーマだけど、これは当然作曲よね。この言葉を中心に思い浮かぶイメージを何個か連想するんだっけ。今の私にとって作曲っていうと、やっぱりユニコードのためにやってると思う。このユニットが宇宙一になるための曲、聴いた人たちの印象に残るような曲を作りたくて、今まではその目標を叶えるような曲をすぐ作れてた。でも今回はなぜか行き詰まり。ってネガティブになるのはダメ。みんなもこうして付き合ってくれてるんだし、前を向かないと。そうだ、なら逆にうまく作曲できてた時のことを思い出してみるのはどうかしら。私の中で一番思い通りに作れた曲、古月。古月はお母さんを思って作った曲で、お母さんがいなくなった孤独、孤独で塞ぎ込んだお父さん、私の心を誰かに聞いてほしくて。それで言うと、確かに今回の正月っていうテーマはあまり伝えたい思いがないのかもしれないわね。だけどミチルの中には完成イメージがおぼろげにでも浮かんでて、それを私が汲み取れてないんだと思う。行き詰まったことには申し訳ないと思うし、才能不足を実感させられてすごく悔しい。でもミチルの編曲とハヤテの作詞、ルミナの歌が加われば最高の曲ができる予感がある。それに何よりユニコードの4人で一緒にいるのが楽しい。はあ、そういうことだったんだ。私が曲が思いつかなくなっちゃった理由って。最初はお母さんがいなくなった孤独を埋めるために古月を作って、それがきっかけで颯に出会った。同じく孤独を感じていた颯とユニットを組んで、お互いの寂しさを分かち合って、そして恋に落ちて、そうしているうちにいつの間にか孤独は埋まってたんだ。でもそこに私の古月を勝手にアレンジして人気者になったミチルが現れて、私の孤独を歪め奪われた気がして腹が立って、それと同時にあいつの才能に嫉妬もした。そして、私が曲を作る目的が、ミチルを超えるために変わっていったんだ。私と違って何でも持っているように見えた。あいつを見返してやるために。だけど、ミチルとユニットを組むことになってから、あいつもずっと孤独だったってことを知った。
しかも悪いやつじゃないって分かって和解して、今では一緒に大きな目標へ向かう仲間になった。そう、もともとはお母さんがいなくなってしまって孤独を埋めるために作曲していたけど、ハヤテやミチルやウミナ、ユニコードと出会って孤独は埋まっていった。もちろん今でもお母さんのことはとっても悲しい。でもいつの間にか私を突き動かしていた原動力はなくなっていたんだ。私は強い思いがないといい曲を作れない。だからちゃんと軸を決めないといけない。今私が一番やりたいこと、それは私はこのユニコードでみんなと楽しむための曲を作りたい。私たちの楽しい気持ちが曲になれば絶対に宇宙一のユニットになれるんだから。ねえルミナ、スタジオに戻っていい？やっと作りたい曲が見えてきたの。何かつかめたようだね。ええ、ありがとうルミナ。じゃあ先に戻っているわ。うん、改めて聞くとこの曲ミチルの要望には応えてるけど全然ダメだわ。全く心に響いてこないし全然乗ってこない。はあ、これは一から全部作り直しね。ここはどんな感じでありますか？そうね、最初から作り直そうと思ってるわ。申し訳ないけどもう一日待ってくれる？大丈夫ですかな。進み具合は最悪だけど問題ないわ。明日までにあんたの望み通りの曲を完成させてあげる。それは頼もしいのですが、ココアのことを考えたら、その多少は妥協しても。はあ、絶対作り直した方がいいに決まってるじゃない。でもまた徹夜とかになったらココアの体が心配なのだ。あんた私のこと舐めてるの？やるわよ、仲間の要望に応えるのなんて当たり前だわ。ココア、それにこんなところで投げ出したら私が負けたみたいじゃない。そんなの絶対に嫌。あんたなんかには絶対負けないんだから、いいから黙って見てなさい。分かったのだ。ルミナ師匠。なんだいミチル。本当に師匠の言っていた通り、夢は夢でしかなかったのだ。そうか、昨日の夢は昔のことを思い出していたのですぞ。私は音楽のことになるとアイデアや感覚をみんなが分かってくれると思って押し付けちゃう時があるのだ。いろいろな人を巻き込むほど強い音楽への情熱、それがミチルの長所でもあり才能でもあるんだけどね。ただミチルの場合は早くから才能に目覚めた影響で周りとの熱量の違いもあったんだろう。昔の私はいろんな人に評価してもらいたい一心で友達や仲間のことを考えずに置いてけぼりにして、今もまだあの頃の悪い部分が残っていて、それは本当に反省しなきゃと思っているのだ。それがわかるようになったのはココアのおかげかな。そうなのだ、ココアは私の無茶ぶりにいつも応えてくれて張り合ってくれて、いやココアだけじゃないですぞ、師匠やハヤテもついてきてくれてすごく幸せなのだ。この4人でユニットを組めたのは本当に本当に夢のようでありますからな。よし、夢じゃないか確かめてみよう。それムニムニにゃー、コーヒーハル、おめえ
おかえり、ハヤテ。それにしてもすごい量の半紙じゃないか。筆で作詞したらいっぱい思いついた。それは何よりだ。いい感じに新曲作りも大詰めみたいだな。みんな気を張っていこうか。おー、会場のみんな盛り上がっているね。次が最後の曲だ。とびきりの声援をよろしく頼むぞ。ラストの曲は新曲ですぞ。ココアが正月にひたすら悩んで作ってくれた曲なのだ。それだけココアが作った曲を気に入ってるんだよ。当たり前でしょ。私が考えた今のユニコードにぴったりな曲なんだし。ほんと頑張ったね。えらいえらい。ユニコードは全速全身で宇宙までぶっ飛んでいきますぞ。今年もよろしくなのだ。